ウェザーニュースキャスターの小牧結衣です。8月25日日曜日の天気をお伝えします。全国的に雲が多くすっきりしない天気です。それでも関東から中国四国エリアにかけては日差しが届きます。一方で九州は傘が必須の一日です。また北日本もすっきりしないお天気が続いていきますので雨具をお持ちください。また台風11号は離れていきますが、先島諸島では波が高い状態が続きますので海岸には近づかないようにしてください。気温を見ていきますと、まだまだ30度前後まで上がるところが多くなりそうです。日中は蒸し暑さが残りますので暑さ対策しっかりと行ってください。一方で北海道では日中も過ごしやすい体感となりそうです。服装でうまく調節を行いながら体調管理しっかりと行ってください。以上、日曜日の天気をお伝えしました。